この前友人に、ゆで卵って作るの20分くらいかかるじゃん。でもダチョウの卵でゆで卵作るときって2時間くらいかかるらしいぞ。って教えてもらいました。そのしっこの先の人生のどこで役立つの？皆さんおはこんばんにちは、コケジョーです。先日こんなツイートが話題に。講義を欠席する際は連絡をください。欠席理由は何でも良いですが、嘘はつかないでください。徹夜でゲームして寝坊したでも構いません。もし嘘をつくなら、明らかに嘘とわかるものにしてくださいと伝えたところ、ちょっとドラゴンボールを探してきますと連絡が来た思い出。7個集めるまでに人生終わりそう。そんなとんでもツイートのこちら、10万近いいねがつくほどのバズりっぷりです。というわけで今回は、天才的な遅刻の理由を集めてみたという企画でございます。ここ日本は特に時間に対して厳しい国です。学校や会社に1分でも遅刻しようものなら怒られます。電車やバスだって細かい時刻表が組まれ、事故やトラブルがない限り1分とずれることなくやってきます。ちなみに日本以外の国だと、イギリスだと5分、イタリアに至っては15分ならば電車やバスは遅れても遅延ではなく平常運行と認められるそう。それに対して日本では20秒早く出発したというだけで鉄道会社が謝罪会見を行うほど時間に厳しい国。そんな日本ですが、僕たちだって人間だ、遅刻することだってあるよと。まあ遅刻してしまう時はたまにはあるもの。素直に謝る人もいる中、とんでもない理由で上司のお怒りを退けた猛者もこの世にはいるものです。そんな天才的な遅刻の理由を今回は集めてみました。この動画を参考にすれば明日から遅刻しても恐れるものはないかもしれません。それでは行きましょう。本日所用に遅刻した理由がこちらです。さすがイタリア、カラブリア州。遅刻の理由もワールドワイド。約束の時間に大遅刻してる先輩が吐いた大嘘の言い訳、マジでこの世で一番面白い。その理由がこちら。待って、やばい。家にチコ太郎来ました。状況がカオスすぎる。実際に家に来るとこんな感じ。 ID の遅刻の言い訳が巧妙すぎる。すぐ着く。お、マジ？あと30。うん、まだだね。途中スズムシの声で気絶しちゃって。ベランカーかな。せっかくの機会なので息子と雪合戦したいので出社遅れます。というメール入ってた。これ以上ない理想の上司像。すみません、事故に遭いまして。大丈夫ですか？はい、見ていただけですから。見ていただけでただの遅刻じゃねえか。走ったんですけど、足がね、遅いんです。風が強すぎて進めませんでした。足腰をまずは鍛えよう。時代に乗り遅れました。時を止められたので。ここって本当に現代の日本だよね。おや、まだ時間という概念に縛られてたのですか。そしてこの上司は何者なんだい。私が怠惰なのではない、布団が勤勉なのだ。かっこいい感じで何言ってるの。先生の遅刻理由について。ちょっと惜しかった。天の川見たくて夜更かし。心臓がなんか変。道に迷った。惜しかった。声が痛い。向かい雨。夏休みかと思った。ちょっと惜しかった。身内が切なくなった。遅刻の理由がこれだったら多分コケゾーは許しちゃうね。遅刻の理由。おばあちゃんを助けてた。すごく優しくていい人だな。これだったら遅刻するのも仕方ないかも。今後遅刻をしないためにはどうするか。遅刻はしなくなるけれども、それ人としてはどうなんでしょうか。いかがでしたでしょうか。ちなみに遅刻の言い訳をするときのコツは、言葉の量を増やさないことだそうです。遅刻したときに嘘をつこうとして、ついつい口数は増えてしまうのです。すいません、遅刻しました。ですね、その朝急な点検の訪問が来てしまいましてですね、僕は断ったんですけど、ちょっとだから大丈夫だと言われてしまいまして、僕は早く行きたかったんですけど、家を開けるわけにもいかず。といったように、情報量が増えると一気に嘘くさくなるので、遅刻した時には気をつけましょう。最後に、なぜ遅刻をしてはいけないのかということについて少しだけ。たかが5分くらい遅刻しただけでそんなに怒るなよと思ったことがある人も多いでしょう。外国だったら許されるのにとも思ってしまいがちですが、遅刻をしてはいけない理由はここが日本で、そういう文化があるからだとコテゾーは思います。遅刻はしてはいけないという根強い共通認識が社会に浸透しているため、窮屈だろうが具体的な理由がなかろうが、遅刻はダメなのです。とはいえ、みんなが遅刻しないことで
予定が立てやすい、生産性が上がる、信頼性が生まれる、といった日本人らしいメリットが生まれているのも事実です。帰国してもいいじゃないかと訴えるより、自分が帰国しないように努力した方がこの国では楽でしょう。もし帰国した場合は、この動画を見返して、上司や先生のお怒りから逃れましょう。そんなわけで、ここまでのお相手はコテゾーでした。この動画が面白いと思ってもらえたら高評価、チャンネル登録をお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。のし。